ホログラフィー。ふん、こんな目くらましで時間を稼げると思うな、ブローニャ。こいつは何なんだ。ぼーっとしないで、キアナ、気をつけて。キアナ、キアナ、大丈夫なの？ここはどこ？わからない。確か海から出てきた巨大な怪獣に。まさかここは。若き戦士たちよ、ここは私有の体内だ。君たちを私の戦いに巻き込んで本当にすまない。今の私に残された力を君たちに託す。どうかもう一度私有を封印してくれ。お、さっきのあれはホログラフィックディスプレイ？非科学的な現象は認めたくありませんが、ブローニャの探知機能によるとあれはホログラフィックディスプレイではありません。ブローニャが思うにあれは俗に幽霊と呼ばれるものです。怖い。キアナちゃん落ち着いて。あの幽霊には悪意が感じられないわ。それに天炎剣の宝石が私たちの武器に宿っているのよ。武器が変わったように感じない？武器の能力指数に明らかな上昇が見られます。現段階では宝石の内部構造の解析はできません。聖フレイヤ学園に戻ればさらなる解析も可能ですが、ブローニャが思うにこの宝石は玉鋼の可能性があります。玉鋼？キアナちゃん、授業で習ったでしょ？玉鋼は天命が世界各地から掘り起こした超レアメタルだって。まあ詳しくは帰ってから確認しましょう。知ってるわよ、これくらい。まさかここで玉鋼が見つかるとはね。とにかくテレサに報告しようか。ダメだわ、私有の体で通信信号が遮断されてる。これでは報告できないわね。え？じゃあ助けが来ないってこと？私有の体組織の密度はバラバラです。密度の低いところならつながるかもしれません。少し探してみましょう。これがあなたの本当の計画ですか？出発の時間です。時間の無駄です。あとはブロニーがもらいます。
出発の時間です。了解、出発ね。了解。あんたバカ。私有は信州の土地と都市を飲み込むことで自分の体を大きくしていったそうです。この城壁たちは私有が昔飲み込んだものでしょう。今の崩壊獣にだってそんな能力ないわよ。あれ、ひどい揺れ。まさか私有が移動しているの？まだ都市を食べる気なのかしら。阻止しなきゃ。壁みたいなものに吸い込まれたよ。それから思い出せないわ。少佐、状況を説明しますね。少佐は犬猿拳に操られて意識を失いました。その後、私たちが少佐を旧友から連れ出したのですが、崩壊獣私有の体に飲み込まれてしまいました。それから体の状態が悪いんだから休んでよ。大丈夫だ。私の体は私が一番よく分かってる。まだ戦えるよ。あとは任せて。
少し休みましょう。これも計画の一部です。トキオロカ、はや、了解。出発の時間。外部と通信可能だと思われます。もしもし、テレサ、聞こえる？キアナ、キアナなの？よかったわ、生きていたのね。今どこにいるの？うん、信じられないと思うけど今、シユのお腹の中にいるの。学園長、私たちの力だけでは脱出できません。応援をお願いします。わかったわ。すでにハイペリオンを向かわせたわよ。15分後には到着するはずね。あんたってふっ、バカじゃないの？上空に到着したわ。うまく隠れてちょうだい。ハイペリオンの手法でシーユーの体に穴を開けるから、そこから逃げてちょうだい。了解です。待って、テレサ、激しい揺れがあったけどシーユーは移動してるんじゃないかな。探知機能から見ると確かに移動しているわね。移動速度は遅いけど、3時間後には新州大陸に到着できるようね。
れでは大陸が危ないですね。学園長、ハイペリオンの手法で動きを止めていただけますか。シユの体は大きすぎるわ。ハイペリオンの手法じゃないと効かないけど、手法は2発しか打てないの。どこに打てばいいのかしら。テレサ学園長、ブローニャの探知データによれば、シユの体内に巨大な崩壊エネルギー反応が2つ見られます。その2つが心臓ってことかしら。シユの体組織によって探知信号が遮断されているわ。こちらからは心臓の位置が特定できない。ブローニャが心臓の位置に向かい、重装ウサギ 19C で振動を起こします。そこに向かって手法を打ってください。いい案だけれど、でもそれではあなたたちがまだ危険に。何言ってんのテレサ、私たちはバルキリーよ。身の安全のために使命投げ出すなんてありえないし。じゃあ行きますか。目的地、シユの心臓。少し休みましょう。これも計画の一部です。イエスキャプテン。崩壊エネルギー反応、このエネルギー指数ハイペリオンのメインエンジンよりも高いわよ。ブローニャの探知機能によると、ここはシユ体内崩壊エネルギーの中枢です。だったらここが心臓ってことね。ブローニャ、やってちょうだい。了承しました。重装ウサギ 19C ファイヤー。作戦データ同期完了。ゲームはここで終わりです。シユの表面が振動した。そこか。震源位置ロック、軌道位置修正。ハイペリオン手法エネルギーチャージ開始。射出10秒前。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1。ハイペリオン手法発射。水晶粉砕、目標撃破確認。シユ体内崩壊エネルギー流動速度減速確認。通信システム正常化。
よし、次の心臓に向かうわよ。待って、水晶のかけらの中に何かあるみたい。これはブローニャが言ってた玉鋼じゃない？確かにそうです。この玉鋼は先ほどの剣炎剣の玉鋼と属性が異なるみたいですね。属性？授業で習ったでしょ。玉鋼にはそれぞれ特殊な属性があって、例えばインドで掘り起こされた戦場で授業しないでよ。待って、この玉鋼にも字が刻まれている。石碑と同じ字だ。字が刻まれた玉鋼、初耳ね。キアナ、画像を送ってちょうだい。負荷に解読させるわ。収穫ありですね。了解。邪魔しない力だ。目標録画。はや。了解。現なこら。行きましょう。行動開始。心配いりません。了解。出発の時間です。了解。出発の時間です。時間の無駄です。が出ました。ふか、玉鋼に刻まれた文字の意味は？はい、得意な文字です。大方の意味は、この第三代玉鋼を我が子ジョカに送る。この世界は間もなく崩壊により滅ぶ。だが人類が滅ぶことはない。ジョカ、我が子よ、長い長い眠りの後、お前は再び目を覚ますだろう。常人より強い力と命を得て。ジョカ、お前は崩壊から次の世代を守らねばならない。何言ってるのかさっぱりわかんない。私もよくは理解できませんでした。ジョカ、信州伝説の神明、剣炎剣、玉鋼、そういうことだった。うん、テレサ、何か知ってるの？長い話、先に私有を止めましょう。他のことは後でゆっくり教えてあげるわ。作戦データ同期完了。行動。次はあなたの番です。
ネゲントロピーの気候があんなに。あれ？あの真ん中の子、気候を指揮しているみたいだけど、名前は確か…シンマールだ！僕の名を忘れるな！化け物に食われただけでもクソついてないのに、ね、ちょうどいいか、クズバレキリで気分ばらしだ。全員気をつけなさい。悪戦になりそうね。待ってください、シン。ブローニャ、お前は絶対殺してやる。全機構攻撃用意。姫子少佐、ブローニャはシンとの単独通信を希望します。ブローニャが休戦するよう説得します。それしかないよね。ここでネゲントロピーと戦っても無意味だわ。少し休みましょう。これも計画の一部です。目標録音。はや！私有封印を手伝ってやるよ。安心しな、僕がいれば崩壊衆なんて全部クズだよ。交渉成功。ブローニャ、何を言ったの？まあいいわ、ネゲントロピーと共闘する日が来ったわね。ここが核心？戦術機構、撃ち砕け！待ってください、戦術機構の火力では意味をなしません。ブローニャは無駄なことを推奨しません。無駄？お前、僕に言ってるのか？忘れるなよ、お前は僕に屈服したんだ。ごめんなさい、シン様。ブローニャの失言でした。今回だけ聞いてやらないこともないよ。なんかこのシンとか扱いやすいわ。ブロニャ、ハイペリオンに場所を知らせてちょうだい。了解しました。重装ウサギ 19C ファイヤー。このように言う。わらわは最強の巫女ぞ。私有の表面が振動した。そこか。震源位置ロック、軌道位置修正、ハイペリオン手法エネルギーチャージ開始。
射出10秒前。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、ハイペリオン始砲発射。水晶粉砕、目標撃破確認。私有体内の崩壊エネルギー流動が完全に停止しました。ほら、僕さえいれば私有だってどうってことないんだよ。なんだ、さっきよりも強い。まずいわ、2つの心臓を壊したのに私有の動きが止まらないわ。いえ、むしろ速くなっている。そんなバカな。私有体内より巨大な崩壊エネルギー反応を発見しました。 X23 エリアに集中している模様です。行ってみましょう。僕までお前たちとそんな危険なところに。シン様は怖いのですか。はあ、そんなわけないじゃん。怖いわけないじゃん。言ってやるよ、全部隊ついてこい。待って、この水晶にも玉鋼が入ってたわ。さっきのと同じ字が刻まれている。キアナ、画像送って。負荷に解説してもらおう。少し休みましょう。これも計画の一部です。邪魔しないでください。了解です。目標ロックオン。はやは不器。前世代の人類、玉鋼の力を用いて、私は妹ジョカと共に命と引き換えに水晶封印で私有体内の崩壊エネルギーの大部分を封じた。だが
封印だけでは私有を止められない。危険炎は一人剣を携え私有の心臓の封印に向かった。全ての希望は危険炎に託された。死ぬ前に私は全ての物語を玉鋼に刻んだ。ここに我が妹ジョカ、我がと…ってことは水晶は私有の封印で、私たちは心臓だって思って壊しちゃって。今更後悔しても意味ないわ。今崩壊エネルギーが集中している場所が本当の心臓のはず。早く破壊しないと。人類を守るくらい私一人で十分よ。立ち去れ、崩壊に選ばれし者たちよ。お前たちと戦いたくはない。この声は、姫子、みんな、聞こえた？何も聞こえないわよ。私は聞こえたわ。常人に私の声は届かない。友と共に立ち去れ。お前たちが私有の心臓部に到達したら、私はお前たちを殺すことになる。お前たちは私の復讐の対象ではない。戦いなど無意味。名前など私にはもう必要ない。呼び方がいるのなら人であった時の名で呼べばいい。私の名は危険炎。これがあなたの本当の計画ですか？了解。邪魔しないでください。了解。しました。出発の時間です。了解。出発の時間です。すべて計画通りです。雑魚ですね。石があるけど。キアナさん、その印が白血です。これが白血なんだね。画像を送ったわよ。これは我が名は吹き、道に迷いし戦士たちよ。お前たちが何のために剣をその手に取ったであろうとも、弱き者のために盾となり、弱き者を守ったのであれば、我が栄光と知恵と監督を得られるであろう。石碑。わかった。これは、我が名は吹き、道に迷いし戦士たちよ。お前たちが何のために剣をその手に取ったであろうとも、少し休みましょう。これも計画の一部です。出発の時間です。了解。収穫ありですね。
時間です。了解、出発の時間です。時間の無駄です。私の名は危険や。黄色い服を着た少女の幽霊に似てるわね。でもあんたの危険やならどうして私たちと戦うの？あんたの雌雄を封印したいんじゃないの？雌雄の封印、それは私の本体の願いだった。だが本体はもう存在しない。数千年前、本体はずっと暗闇の中で一人戦っていた。負けないために彼女は全ての愛と希望を手放し、孤独と恐怖と開墾を全て暗闇に溶かし、私が生まれた。そして本体は消えた。今私に残されたのは憎しみだけ。守りたかった人たちへの憎しみだけだ。守りたかった人たちへの復讐。あんたが英雄だろうと、どんな理由があろうと、かすらなき後継人として絶対に思い通りにはさせないわよ。ええ、危険園さん、諦めてください。そうか、残念だ。お前たちが崩壊に選ばれし者でも殺すしかないか。雌雄の心臓で待っている。心臓はその先です。ここまでだ、僕は帰る。あれれ、やっぱり怖いんだ。壊れてんの？あんな強い崩壊エネルギー反応、言ったって死ぬだけじゃん。僕はまっぴらごめんだよ。戦術機構撤退開始。
あれ？なんで命令を聞かない？操作パスワード、ホム組、シン、油断大敵です。ブローニャは行動中に操作システムをハックしました。シンが撤退しても、ブローニャは気候を制御できます。愚か者ども、死にに来たのか？面白そうなおもちゃを持っているではないか。この金属、我が相場の鎧にちょうどいい。少し休みましょう。これも計画の一部です。出発の時間です。フリーズ！はい、目標録音。はや！よっ！ここで終わりです。やっと長い孤独から解放される。やっとみんなのところへ行ける。礼を言う若き戦士たちよ。無人の暗闇から解放してくれてありがとう。いいえ、お礼を言うのは私たちの方よ。五千年もの間、神主を守ってくれてありがとう。さようなら、いにしえの英雄。自己を犠牲にしてまでも人々を守るその精神、確かに感じ取ったわ。